どうもこんにちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。今日の動画は久々の美容動画やで、基礎化粧品についてレビューしていこうと思います。お肌の上にのせるファンデーションなどについても、例えばシワタイプとか毛穴タイプだとか、そのタイプの違いによって選ぶものって変わってくると思うんですね。なので上に乗っけるもんでもそれなので、元の肌へとこう浸透させる系の基礎化粧品についてはさらにこう合う合わへんがあって、まあ当然やと思うんですね。だからこんなにもこうたくさんのね基礎化粧品が山ほどあると思うんですけども、山ほどある化粧品の中にはですね、自分に合ったものっていうのも絶対にあるはずと、ということで今回からシリーズでなんかね、いろいろなね基礎化粧品をとりあえず試していきたいね、試していきたい、まあいろいろ試してみて、そのレビュー動画っていうのを毎回上げていこうかなと思っております。はい、昭和50年生まれの44歳、性別は男寄りの女。私は基本的にシワタイプというよりは毛穴タイプでは、ちょっとどっちかというと油性な感じなんですけど、肌的にはね。今使ってるのは DHC のスーパーコラーゲン、エリクシールの夜用パックジール、なんかね他の動画でもやってるんですけど、この2つを一応基本使っているんですけども、まあ今ねこれで別にね不満そんなあるかっつったらね、そこまではないんだけども、ただねいろいろな基礎化粧品の探求心と、まあ今いろいろ出てるやんか言うて、それとねこうワンチャンもっと合うやつあるんちゃうのみたいなね、それと動画をご覧の皆様の中にはなんか今使ってるやつ全然合わへんとか、これが合ってるのかどうなのかもわかんないとか、なんかいろいろ探してらっしゃる方もいらっしゃると思うんですよ。なのでそういう基礎化粧品をね選ぶ判断材料になれればと思って動画をアップしております。そこでまあ私の主観になるんですけども、潤い浸透率っていうのを中心として今後ねいろいろな化粧品を使っていって各部門点数をつけていこうと思います。内容はこちら。何よりも大切なのは浸透しっかりして潤うこと。潤うとやっぱりこう化粧のノリっていうのも良くなりますし、乾燥してる肌より潤ってる肌の方が日焼けとかもしにくくなります。あとファンデーションとの相性、これ大事で、こう上からね油性のファンデーションをのっけた時にですよ、こう相性が悪いとなんか浮いちゃったり肌がガサガサ見えたりとかしちゃうんですね。これ割とある。あと毛穴シミシワの改善とかね、あとトーンアップとかについては、その例えば5日とか1週間とか試してみて、その短期間ではねちょっとスコアつけれないと思うんだよね。だから一応枠はございますけども、多分ねちょっと設定はできへんかなっていう感じ、むしろそのお試し期間でトーンアップが感じれたら逆に怖くないですかなので項目には入れてますけども、得点つけるのはちょっと無理かもしれないです。さてさて、今回は対症製薬アドライズ注文してみました。とりあえず中身見てみるか。これねお試しにしてみようと思ったんですけど、まあお試しとかもあるんですよ。なんやけどちょっと一発目やし期待を込めてちょっと減点にしてみました。おお、プン、僕その名前書いてるやつはちょっとどういといてこんな感じのセットになっております。セットっていうかね、なんかこう取説的なものがいっぱい入ってるんですけども、まあ、これ置いといて、え、なんでやろう、ビックスドロップ入ってる、なんでやろう、おまけおまけ、あ、対象製薬やからか、ちょっと嬉しいな中身はねこのような感じで入っております。基本セットが化粧水とクリームだけなんだよね。30代からの悩める乾燥肌に保湿力と美白力の薬用スキンケアということ でちょっとこうワシのマークがついてるのがなんかいいよねワシのマークのっていう感じやけど、こっちもこんな感じ、まあ、これはね1週間使ってみてどんな感じかっていうのをお知らせしていくんですけども、いやいやさ、なんでこれ選んだんって思わへん。中身こんな感じのローション用とかいうのはちょっと後からで、とりあえずなんでこれ選んだんっていうのから説明していこうと思います。パッケージくっそシンプルやね。なぜにこのアドライズ一発目に持ってきてみたかというとね、私何よりね保湿をね重んじているわけですよ。もうなんかワンチャン保湿さえしとったら、その例えばまあ肌の加齢とかこう年食っていったりとかあるやんか、ああいうのもこうなんかちょっと遅らしていけるんちゃうんかってワンチャン思ってるわけですね。保湿が何より大事みたいな感じで思ってるわけですね。まあ、ちょっと保湿保湿うるさいんですけどで試してみたかったのが、このアドライズに入っている成分ヘマリン類似物質というもの、これね保湿成分なんですけども、皮膚疾患の改善とかで医療用で使われてる成分なんですよ。ほら一時期さ話題になったさ、ヒルドイド軟膏の件ってご存知ですかね。まあ、ヒルドイド軟膏っていうのは医薬品、まあ処方
光線が必要なお薬なわけですね。なんだけどもそれがさ、あの美容目的で、要は美容にいいっちゅうってさ、なんか病院でその美容目的やって言わんと処方してもらう人っていうのがすっごい多くって、ほんであの問題になっちゃったやつなんですけど、そのヒルロイドと同じ成分っていうのがヘパリン類似物質なんですね。それとなんかプラセンタとかセラミドとかそういうのも入ってるみたいです。やからさ、そのヒルロイド騒動の時にさで、もちろん私ヒルロイド使ってないんですけど、まあ一回どんなもんかっていうのは使ってみたかったのあるんですね。処方してその美容目的で出してない医薬品なので、それをゲットするわけにはいかないじゃん。だからまあ同じ成分でないんかなっていうので行き当たったのがこのアドライズなんですけども、それで一回ちょっとね試してみようと思ったんですけど、ほななんでね、そのヘパリン類似物質を好きな人はそんな、なんでめっちゃ好きなんかなっていうとね、まあ、これお肌のダメージでございますけども、まあ保湿にはいろいろありまして、例えば油性のクリームとかだったらここの表面にバリアを張って、要は乾燥を防いだりとか、まあ外から栄養を与えたりとか、まあそういうことをしてくれるわけですよね。まあ、セラミドっていうのはここの角質層でとどまって一時的に保湿の回復をしてくれるんですよね。ほんでコラーゲンもちょっとね、ナノ分子のね、そのナノ化次第浸透率によってどこまで入るかっていったらちょっと微妙いんですけど、まあ基本的には角質層をすごい保水能力が高いので、ここをねすんげー潤してくれるわけですよ。ほんであとヒアルロン酸は超絶ナノ化したやつまあその浸透率次第なんですよ基本だったらば、まあ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 この辺ぐらいまで割とこう浸透して、あと保湿能力っていうのもすごい高いと言われております。ほんでこのヘパリン類似物質っていうのがどこまでじゃあ浸透するのかっつったら、このまあここがよく言われてる角質層やんか。ほんでここまでがまあ表皮なわけですよ。でこのこっからはちょっと真皮ってなるんですけども、ここのラインまで割とこう浸透するって言われてるんですね。まあ、高いその浸透率っていうのと、まあ、処方薬にも使われてるっていう、こう肌の要は荒れたところを改善してくれるっていう物質なので、だからねちょっと今回現品なんですけどもちょっとトライアルセットから試すべきやったかな。次はトライアルセットにしようかな。ほんでは中身を早速開けていこう。こんな感じっていうかさ、ほんまシンプルやな。はい、これアドライズと呼びます。アドライズみたいな感じ、すんげーシンプルでございます。割とね値段はするんだよ。ほんでテクスチャー的にはですね、なんかもう水って感じ、めっちゃサラサラしてる、もうめっちゃサラサラ。あの浸透するものっていうのに関してはサラサラしてるものが私は確実に浸透すると思ってんねんね。またあの浸透の仕方についてまた動画出そうと思うんですけど、いやこのサラサラテクスチャーはでも割といいですね。なんかしっとりしました。テクスチャーってなかなか伝えにくいけど今あの DHC のスパコラ使ってるんですけど、それのテクスチャーとめちゃ似てますね。水っぽい感じやねん、サラサラサラってしてるやつやねんやんか。それもベタつきとかだから全然ないねんけど、なんかこう肌的にすんげえもちもちするみたいな感じやねんね。だからすっげえ似てるわ。まああの主成分全然ちゃうねんけどねなんかでもさ、ワンチャンさ、こういう製薬会社の方がさ、用品にも使うさ保湿成分ボン放り込んでますという方が分かりやすくてええ気はするけどもね。まあはい、これがクリームでございます。なんかジェルっぽいクリームやったらええなと思うんですけど、どんな感じやろう。あの何やったっけ、あのチュパカブラみたいなやつなんて言うやったっけこれ。なんか言うやんこれ。これなんつうんやったっけこれ。あかん、チュパカブラしか出てけえへんわ。オープン。あ、白い感じのクリーム。あ、これもったいないですね。非常にもったいないですね。スッと蓋からね、蓋をこうちょっとスッと、なんかこのチュパカブラみたいなやつでこうすくいますとですね、ドーン。なんか取りすぎたけどもや。いや、あのねこの手のクリーム僕あんまりやねなんかどうなんやろう。あ、ちなみにね、匂いはね無臭でございます。さっきのローションも全然匂いしいひん。なんか若干のクリーム臭っていうのはするんですけど、そんなねめっちゃ匂いしないです。てか塗りすぎたテッカテカやないかい。私的にはね、完全にこうジェル寄りの方がファンデーションとの相性ってジェルの方が確実にいいんですよ。そっちの方が良かったんやけど、まあでもこれ一回上から化粧してみな分かれへんね。いや、なんか割とペタ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 すんねんけど、あんだけの量出した割には割とこう入っていってる感はある。なんかあの普通のさ、なんかほら缶のさ、あのめっちゃ油性の濃いクリームあるやんか。あんなんもさ、あの量出しちゃったらさ、もうベタベタが止まれへんやんか。そこまでではないわね。これが
あのファンデーションとの相性っていうのが良かったら別にこのベタベタでも全く問題ないねんね。あと寝る時とかなんやけど、私基本ベタベタで寝るんですよ。例えばシワが気になってる方とかがね、よくさ化粧品パンパンパンってちょっとだけパッパッパッパって塗って、はぁ寝ようみたいな。要はここの肌とかここの肌とかと同じ感じの湿度で寝ちゃったりとかするやん。私からしたら考えられへんねんやんか。要はもう顔はベッタベタ状態なんていうかな、こういう浸透っていうのは時間をかけてするので、ほっとったらね乾燥しちゃうんですよ。で寝る時とか特にあのすごい乾燥しやすいからね。なんかコメント欄でもね、あの昔美容動画出した時にコメント欄でもたくさんいらっしゃったんですけど、乾燥が気になるっていう方は圧倒的に塗る量が少ないと思います。ビビるぐらいベタベタに塗った方がいい、寝る時とか特に。ちょっと楽しみですね、どんな感じやろう。結果については次の撮影日にもよるんですけど、5日から1週間くらいとりあえず使ってみた感想をねこの後お知らせいたします。ほんではまあ5日から1週間ぐらい朝晩試してみるで。時とばし、はいな、あれから1週間経ちました。こちらとこちら1週間使い続けてみた感想を述べていこう。まずはローションですね。ほんまこう水みたいな感じやねんか、パシャパシャパシャって感じやねんね。なんか浸透はしてしっとりはするんやけど、もうちょっとしっとり感が欲しかったなっていうところはあります。ローションとかって要はほんまに浸透してるんかどうかわかんないでしょ。で私の確かめ方、ちゃんと浸透してるかっていうのの確かめ方なんですけど、まあ、化粧のノリとかもその一つではあるんですけども、あのねお化粧した後がわかりやすいんですね。やっぱり私の場合はリキッドファンデーションを塗って、でパウダーファンデーションを塗って土台を作りますよね。その土台を作った時に鏡見て、うーんってここにね、うーんってシワを寄せてみるんですよ。でその時のシワの寄り具合、なんかほんまにねその肌への浸透がない、要は表面がベタベタするだけで肌に全然浸透してませんよってやつは、だいたいね化粧したてでもうーんでしたらね、ここのシワがウェーっていくね。このアドライスはどうやったかって言ったら、いやそこまでねシワはね気にならんかった。肌に浸透してるんやなっていうのは感じたので、てか中の方まで浸透はしてくれて潤してはくれるので、今持ってるケアにプラスする形で私は使っていこうかなって思いました。あとこのねアドライスのクリームなんですけども、これちょっともう使ってるから汚いけど、なんかねこうやって見たらなんていうかな、そんなギトギトの油性っていう感じではないのよ。なんか白いねんけど割とこうスッとした感じなんかなって思ってて、手に塗った時はね、初めはねやねんけど、顔につけてみたら油性のやつをつけた時の感じがした。あの化粧下地とかで使っちゃうとちょっとあの夏場とかやったら化粧浮きの原因になってしまったりとかするかもなーってちょっと思いました。若干ねいつもよりテカった気がした。まあでもそれでもそれはまあ形状の話であって、まあ成分がさこうギュッてこう浸透してくれたらまあいい話やんか。だから私は使うんやったらまあ寝る前に使おうかなっていう感じ。化粧下地はやっぱりなんかあのジェルの方が私は向いてるかなって思いました。あとシミ改善、シワ改善、毛穴改善、そのあたりなんですけども、ね毛穴改善、これはねなんかそんななんか毛穴が改善されたなっていうのは思いませんでした。シワ改善なんですけども、シワもやっぱりそんな分かれへんかったかな。ほんで私あのこの辺に乾パンと、あとまあなんか乾パンなんだかシミなんだかみたいな、なんかボツボツボツってまあまあまああるんですけども、シミに関してもそんな分かれへんかったよね。なんやけどこう思ったのが、若干トーンアップした。あの動画のね前半で言ってたと思うんですけど、あのたかだか1週間使ったぐらいでねトーンアップとかはないと思っててんやんか。なんやけど若干ねあれって思いました。ちょっと白なってるみたいなそれはちょっと意外やった。だからトーンアップとかまあワンチャンありえんでしょうと思ってたんですけど、一応これ美白成分も一応入っちゃいるんですよ。なんですけど私はどっちかっていうと、そのとりあえず奥まで潤うみたいなところがどこまでわかるかなっていうのもメインに動画撮ろうと思ってたんですけど、なんかちょっと白なったなっていうのはちょっと思いました。それはでもちょっと意外でした
今の化粧もこう土台はこれですけどもね、基本私化粧下地あんま使わないのでもうこれだけで今日お化粧してますけども、で私44歳ですけど、大人の人向けの化粧水って全部無理くりしっとりさせてない？あれってさ、目くらましやと思うねんね。なんか表面がさ、ちょっとベタつくというか、ちょっとこっくりした感じの作りのものをこう売っとけばね、それでこう潤った気になるやん。やけどそれってその肌にほんまに浸透しとんかって言ったら、そういうわけではないと思うねんね。だからまあそういう意味では、一応30代からの悩める乾燥肌に保湿力をということで作られているにもかかわらず、このシャバシャバな形状であるということは、その変な目くらましを使わないでちゃんと勝負はしてるなっていうのはすごい感じました。まあでもね、今日のまとめとするならば、とりあえず私は今使っている DHC スパコラから乗り換えるんじゃなくって、それと併用して一緒に使っていこうかなという感じでした。クリームは寝る前だけです今使ってるその2個にほんまにプラスするみたいな感じでしばらく使ってみようかなと思います。次がどうなるかやね。で、これシリーズ化して、ほんまいろいろね、化粧品試してみたいね、基礎化粧品。どんな感じかっていうのが、ほんま分かれへんやんか。実際使ってみないと分からないし、ほんでこう何個も使ってみることで、こういろいろ見えてくると思うねんね。なんかこれと比べたらこっちの方が全然いいなとか、なんかそういうのがね、また見えてくると思うので、今後またそういう動画を出していこうかなと思います。まあでもリアルガチでやっておりますので、そこまでね、これめっちゃいいとか、これめっちゃ悪いとかじゃない日もあるからね。今使ってるのにプラスっていうのがまあ私の答えだったので、まあ、とりあえずなんかあかんだったらあかんって言いますんでそれはそれでまた動画になるやんか言うて、気になった方はお試しセットからまた試してみてください。なんかいろいろ喋りましたけど参考になりました？ちょっとねこの化粧水いろいろ試してみたの動画はしばらくこう使ってみる時間が必要やからそれプラス編集時間とかが必要やから、ちょっとねそんななんかめちゃめちゃコンスタントに出されへんかもしれへんねんけど、まあ、できれば月に 1,2 本ポチポチ出していこうかなと思っております。ちょっとね今日美容動画やからアホな話はせんとこうかなと思います。まあ、普段はね雑誌開封メインでやっておりますけども、またね今後もいろいろな動画出していこうと思いますので、今後ともね長いお付き合いをどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。